い、こんにちは、浜ゆい妹です。今日はマララちゃんが全然出てないということなので、久しぶりにマララちゃんと一緒に動画撮っていきたいと思います。の前に今日はですね、私の旦那さんを紹介しようと思います。はい、私の旦那さんです。マララちゃん、旦那どういう見えますか？お父さんの T シャツなんで多分怒られるね。勝手に出してたからな。はい、こんなわけで私の旦那さんを紹介してみました。まあ、マナラちゃんはこんな感じで遊ばせてもらっても全然普通にね、遊んでくれるな。まあ、いつも通りちょっとうなられますが、ちょっとお着替えしてみる。お母さんも着てみようか。かわいいわ、マナラちゃん。おそれやな、色、まあ、あんまり嬉しくなさそうなので、皆さんに虐待とか言われたら嫌なんで、そろそろ終わりにしようか。マダラが遊んでしまったんで、今日はちょっとお散歩もしたいと思います。ということで、レッツゴー。どっち行く、マダラ？あ、来た来た来た。もうだいぶ涼しくなりました、夕方。まあ、今日ちょっと天気悪いからな。マダラでも一回散歩行ったんやろ？ばあさんと散歩行ったん？もうでも、なんか、だいぶおじいさんになっちゃいましたね。てか、この間、これ勝手なお話とか独り言なんですけど、ママユを迎えに行ったんですよ。コンビニ連れて行けって言うから。いやなに、あいつはね、ソファーで寝てたんですよ。わざわざ迎えに行ったの。だからトイレだけして帰ってやりました。まあでもその日誕生日だったんで多めに見てあげました。あまり妹は優しいのです。今娘ちゃんは母親に預けてるんですけど、久しぶりにゆっくりお散歩も気持ちいいですね。まだら、早く帰るよ、帰るよ、おい、はい、こ、はい、いてててて、あ、まだふっかマダラに散歩されて帰ります。しんど、運動遅くないけど画面揺れる、ごめんなさい。はい、マダラちゃん帰ってきたよ。お家入ってね。お利口さんやな、あんた。相変わらず、まあここからがしんどいよね。もう重たいから持ち上げるよ。よいしょ。はい、帰ってきたので、あ、こもってこも。はい、お利口さんやな。はい、こっちよ。まだら待てよ。顔も綺麗に拭いた。はい、オッケー。よいしょ。はい、お水飲み。飲まないの、これ。飲まないのね。はい、思ったより暑かったんですけど、マナラの散歩も終わったので、これにて動画は終了したいと思います。マナラちゃん、あー、やっとすぎる。私の旦那さんの紹介は以上です。マナラチャンネルよろしくね。